崎君雄です。ショーペンハウアーの読書についてを読んでますけども、まだねその最初の一編しかない読んでないですね。試作っていうこれね文字も大きくてね、短くて、非常に読みやすいんですけどね、非常にね力強い言葉でね私はねこうパッと読んで感激してねそしてすぐ紹介しようと思って動画撮ってるんですけど、その割にねこのね、ショーペンハウアー先生の書いた文を朗読するとねこうつっかえつっかえにね自分でなってしまうというね、それはねやっぱりね、自分のね精神の動きのね記録としてもね、面白くてね、やっぱりね他人の考えっていうのはねやっぱ他人の考えですからね、いくら感激したところでこうそのねやっぱね身につかないですね。だからそれをねちゃんとこう自分のね、考えに消化しないと、ダメだっていうね、ここにもうさっき読んだところではそのように、書いてありますけども、そうやってね自分でねまとめると喋られるんですね、それがねやっぱりね読書とね試作の違いじゃないかっていうね、そのね実証がねこう図らずも、できているというのが、面白いなと思うわけなんですけども、じゃあ続き読んでみますね。続きというか、かいつまんで、読んでますけどね、ぜひ皆さんもお手に取ってこう読んでいただきたいですけどね、はい。もともとただ自分の抱く基本思想のみ真理と生命が宿る。我々が真の意味で十分に理解するのも自分の思想だけだからである。書物から読み取った他人の思想は他人の食べ残し、他人の脱ぎ捨てた古着に過ぎない。我々自身の精神の中にも、我々自身の精神の中に燃え出でる思想はいわば花盛りの春の花であり、それに比べれば他人の本から読み取った思想は石にその跡をとどめている太古の花のようである、ね、これは今私が言ったことと、重なりますけどね、やっぱりねそのねこれニーチェの本を紹介した時にも、言いましたけども、やっぱりねその、他人の本を読んでね、というかそのね難しい哲学を理解するっていうのはどういうことなのかっていうことなんですよね、でその、難しい哲学っていうのはだからその私はニーチェじゃないので、ニーチェと同じ、人生を歩んではいないので、それはねそのニーチェの思想そのものをね、理解することは不可能なんですよ。でそれはその、ニーチェがね、脱ぎ去ったこう古着であるわけですよね、結局その中身のニーチェ本人はもうこの世には、いないわけですね、でもその脱ぎ去った古着としての本というものがあるわけですね。でそれをまたこう、読むことで、そこに、私自身が私自身の人生をかけてこう体験を踏まえて、私なりの読書の体験も踏まえてね、そしてその生きていく中で、私は美術家ですからね、作品を作るとかなんかいろいろと、ありますけども、そしてその自分のね思想を作っていくと、そういうものでしかこう理解することは、できないわけなんですね。その意味でこの動画を流している意味というのは、皆さんの、ね、こう刺激になればいいと、いうことなわけですね。でこの動画だったってこの、皆さんにとってはねこう私のこの、その他人の脱ぎ捨てた古着ね、それと食べ残し、そしてその、化石に過ぎないと、それは文字通り、そうなんですね。はい。そして、もう一箇所読みますね、誰でも次のような悔いに悩まされたことがあるかもしれない。それはすなわちせっかく自ら試作を続け、その結果を次第にまとめてようやく探り出した一つの真理、一つの洞察も他人の表した本を覗きさえすれば見事に完成した形でその中に収められていたかもしれないという悔いである。けれども自分の試作で獲得した真理であれば、その価値は初中の真理にも100倍も勝ると、でねこれはねアートの分野だとねその
自分が作った、作品がね、そのまあ、すでに、もうこんなのもうやってる人いるよっつってね、そういう例がないかどうかっていうのは、まあ、まあ一般的にはね、そういう恐れっていうのは、まあ、あるわけですね。で、まあ、私だってその、まあ、作品もそうですけども、まあ、こうやって、まあ、語ったこともね、その、すでに誰かが考えて、いることであってね、自分でそんなね考えたね小さな、考えよりもね、その偉大な哲学者っていうのはねいくらでも いますからね。だから、あの自分が別にそんな考えなくてもいいじゃないかっていうね、そういう立場もあるわけですよね。だからそれはアートについても言えるんですけども、だからその偉大な、アーティストっていうのはその過去にもね現在にも自分以外にいっぱいいるんでね、自分が何もしなくてもいいじゃないかっていうふうにして、いうそういうね、感覚っていうのは、まあ、ありうるんですけども、まあそういう問題ではもうないんですね。あのね、あと、まあ、おかしな話を聞いたことがあって、あの私の大学の後輩にね、後輩の親戚に、哲学科を出た人がいて、おじさんかな、そのおじさんがなんかこう今でいうニートをしていてですね、そのおじさんが言うには、その、もう哲学っていうのは未来がないと、まあ、そのショーペンハウアーが今書いたようにね、もう現代文明っていうのも発達しきってるので、その哲学的な問題っていうのもね、もうありとあらゆる人がこう、突き詰めて、もう言い当てているので、この先ね誰かがね何かこう、全くこう新しいね哲学的見解を述べるね余地がないっていうふうにして、言ってたよというふうにしてね、もうかなり昔、それこそ学生の頃に聞いたのかな、で、と思ったんですけども、それもね、まあ、全くこうナンセンスな問題で、まあそうやってその哲学家を出ていながら哲学がわからない人がね、いるんですね、やっぱりね。まあそれはね、そのね、まあ、私も美大出てますけども、美大出たからってねこう芸術がわかるかっていうのは、美大でちゃんと芸術を教えてるかっていうとね、これはねかなり怪しいですね。まあそのそれはその、岡本太郎がね芸術の学校なんておかしいってね、そういう言ったことの影響もありますけども、まあね、そのやっぱりね、そのね、あの新しいとか古いっていうことで言うとね、そのやっぱね時代はね否応なく、ね、変わっていくんですね。だからその、ショーペンハウアーっていうのは、それ言い忘れましたけど、1788年から、1860年の、方でありまして、その18世紀から19世紀を生きた人ですね。ですから、まあ近代の、初めですよ。でその時代とね、その現代っていうのはもう全然その、テクノロジーの進歩がもう度合いが違うわけですね。でやっぱりね、テクノロジーの進歩が、変わると、その、まあ、世界そのものがね、変わりますからね。ですからその、哲学の内容だってね、まあ常に変化、しうるわけですね。そしてそれとともに、その新しい芸術も、常に、生じると、つまりそのね、もう21世紀で2020年代になろうとしている時に、その19世紀的な気分でね、作品を作っている、人も、そういうアーティストもいますけどね、あとはまあそういうその、時代に固執してね哲学の研究をしている人が いるでしょうけども、まあ、そんなのはまあしょうがないと、やっぱりね、今の人がね、自分の問題としてその思想を作っていく、芸術を作っていくと、それはねその十分にね、あり得るんじゃないかというふうにして私は、思うわけであります。